こんにちは、サドチンです。今回ですね、ヴィーナスフォートの跡地にできたイマーシブフォートにやってまいりました。3月1日からオープンです。こっからこっち、まあ居抜きみたいな感じですね。こっちは建て壊しをせずに、こっちは面白そうなねカートがありましたね。ということで、これね、春休み来たい方、現在ですねクレジット決済のみでしか入れなかったっすね。なのでここで会員登録をして、外でね、でクレジット決済して今から入ってきます。あっちにはですね、ゲーセンとか、あとは観覧車とかあったところですね。あそこに何かできてます。むしろここのカートがめっちゃ面白そうだったね。うん、ユーロビートみたいなのが流れててさ、いやぜひ行きたい。ここシティカート東京ベイ、本番こっちなんで入ってきましょう。大人は6800円、中学生11歳以下かなは3000円です。高い。リンクスイン東京テレポート駅からもう行けます。はい、これが青海駅ですかね。青海で合ってる。はい、こちら外観ですね。シティサーキット東京ベイ。はい、ここがですね、ヴィーナスフォートの最後、閉館の時にお別れ式来ましたね。もう半分しかありません。懐かしい。はい、こちらがですね、イマーシブフォート東京ということで、入り口はさっぱりの黒塗装です。入ってすぐにはですね、こちら映像ですね。上を見るとヴィーナスフォートと変わってないイメージですね。お店があった場所はほとんどシャッターで閉まっていて、まあ体験できるって感じですね。ネットがつながっていてスマホ持っていないときついかなって思いました。はい、マップ地図はこんな感じ、かなり内装的にはお金をかけてなく作られているのかなって思いましたね。はい、こちら別料金3500円です。はい、こちらファストパスもあるよ、1000円かかるけど。こちら VIP 席もあるよ、食べるところ。こちら混んでたよ本当に。こちら推しの子ですね。これねパーティーです、イマーシブパーティー、これおすすめですね。はい、真ん中の噴水があった場所にはですね、こちらの飾りがありました。綺麗ですね。はい、上から2階にも上がれるんですけれども、2階にも昔ショッピングありましたね。はい、噴水の場所です。で入り口のその噴水、元噴水があった場所の周りに、デザートや食事、そしてお買い物するところがあります。そして東京リベンジャーズのコラボカフェですかね、コラボっていうのかな、これね、豆まんじゅうとかなんかチョコレートケーキとか気になりました。今回食べてないんですけどもね、いつの日か食べたい。はい、いいお値段。こちらがお土産コーナーですね。そして第五人格イマーシブチェイス。はい、こちらですね、混んでた。2時に着いたけど3時の部満杯、4時から行けますよって言われちゃった。ここがお土産ですね。はい、第五人格のところでございます。そして東京リベンジャーズ、こちらが10,000円で、飲食物飲み持ち込み NG なので、お高めなお値段になってますね。夢の価格ですね。没入感に浸れます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。いろいろなね、あのパフォーマンス見てきました。いろいろなネタバレが含まれるのでほぼ撮っておりません。なんとなくね、空気感伝わったのではないでしょうか。これ買いました。ライブが楽しめます。連動してるんでね。これも買いました。それではご視聴ありがとうございました。生まれ変わったヴィーナスフォートでしたね。もうヴィーナスフォートじゃないですけどね。それではまたね。バイバーイ。皆さんも来てみてはいかがでしょうか。はい。他に買ったもの、こちらのボールペン買いました。これ、第五人格のグッズでございます。そして靴下も買ったんだぜ。そして、ペンライトですね。会場なら、まあ、連動してね、光ったりしたんですけども、持ち帰ったらもう、サイリウムでございます。
マジでここは気になったね。すごい速いんだ。高性能のゴーカートっていうのかな。ゴーカートっていうかな。さあ、感想まとめっすね。やっぱり、推しの子。まあ、これが一番楽しめたかなと思いましたね。まあ、2時に行ったのでね。海外ライブを成功させるために、ビーゴマシのメンバーたちとのやりとりをしながら、謎を解くイマーシブラリー。イマーシブとは英語で没入感を意味する言葉です。気になる料金説明行ってみましょう。一体どのくらいの料金な感覚なのか。はい、大人はですね、入場料金だけで6800円ですね。いやー、高いと思っちゃったっすね。そして子供は3000円ですね。4歳から11歳までですね。まあ、それ以下は逆に言うとタダなのかな。ベビーカーの方多かったです。そしてここですね、この3つは6800円、この入場料だけでは体験できないんですね。別料金が必要です。はい、ザ・シャーロック体験パスプラス3500円、東京リベンジャーズ3500円、そしてこの江戸、この江戸が9000円。春休みのね、土日はだいぶ売り切れてましたね、この江戸のやつ。いやー、見たかったな。ネットで調べてもね、すんげー気になっちゃったね。今のうちね、ネットで登録して、買っておくのがおすすめですね。行って、あれ？これ課金タイプなの？え？見れないじゃんっていうのがね、あるので、今のうちにね、春休み来ようと思っている方は、ネットチェックです。はい。そしてね、セットのね、やつも売ってますね。で、からの、これ、ファストパスですね。ビップラインパスっていう名前ありますね。はい。このイマーシブストーリーズと、ジャック・ザ・リッパーと、第五人格イマーシブ・チェイス。この3種がファストパスです。本当に買わないとね、待ちます。本当にね、土日は無理だと思うんだよね。そしてこちらですね。レストランビップテーブルプラス3000円と6000円があります。いつの日か行ってみたい。土日はしばらく激混むのかな。スペース的にどうだったんですかね。かね、若干物足りないと感じました。流行ったらいいな。今後いろいろ導入されてほしい。それではまた見てね。バイバーイ。